よーし、やってるか、トラマジョーです。こんばんは、トラマジョーです。こんばんは。4月16日、21時火曜日、デイキュートワークの時間です。本日は、汚れた机を僕は夜に片付けたですね。やっていこうと思います。白川修一郎さん、ロック、そしてこんばんは、こんばんは、はるさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。このロークっていうのがこの画面上には出てないですけど、昨日の枠立てた直後に来てました。ありがとうございます。早い、ありがとうございます。ということで本日もおおよそ2000年代のホーロックを中心に歌っていく枠でございます。本日も1時間どうぞよろしくお願いします。
踊ってますか、火曜の夜踊ってますか。ありがとうございます。ラズベリーでした。ありがとうございます。このラズベリーの綴りに P が入るということに先週初めて知りましたね。ラズベリーのアルファベットの綴りに P が入るって、ラスプベリーじゃないですかこれラスプベリー、トライセラトップスもトリケラトプスだしありがとうございます。ということで白川修一郎さん、春さん、弾幕、そしてパチパチ、ありがとうございます。先週この綴りを初めて知りました。ありがとうございます。ありがとうございます。このまああるあるだと思います。こういうことはなんとなく知ってる曲だったり、なんとなく知ってるアーティストであっても綴りを正しく書けないってことはありがちかなと思います。どういう感情のスタンプだこれ。青い人ですね。人なのかこれ。人でもないな。心の天井登ってた風船が割れた赤いかけらがゆっくり落ちてくるよ。ぬらりたくさん失う花も枯れてゆく。それでも僕は君を待ってる。汗ばむ季節、地元の土手で見る夕日、涼しい風が僕らを溶かしてくよ。さらに理由の理由探せばいくらでもあるよ。でも言えなくてファインダー越しに笑いかけたんだ。たくさん失う色も褪せてゆく。それでも僕は君を待ってる。僕は今僕のことだけ、僕が今僕のことだけ考えられればきっと傷つかないのに。なぜだろう君のことだけ浮かぶのは君のことだけ。呼び止めて振り向いた君の瞳に思わず抱きしめそうになった。君のことだけ、僕は今君のことだけ大切なものだけが大切ならいいのに。なぜだろう君のことだけ浮かぶのは君のことだけ。君の短い髪が揺れて隠れた横顔表情。僕は今僕のことだけ、僕が今僕のことだけ考えられればきっとそれで終わるのに。なぜだろう君のことだけ浮かぶのは君のことだけ。君の短い髪に触れて気づいた気持ちが全てだったあの日のこと。
ありがとうございます。ベースボールベアショートヘアでした。そう、バンド名とか曲名とか実はよく見てるけど間違えて覚えてるみたいなパターンで、このバンド名に S をつけるかつけないか問題みたいなありますよね。ナンバーガール、ナンバーガールズ、ザゼンボーイ、ザゼンボーイズ的なベースボールベアーズついても不思議ではないから、このベボベはもともと違う名前だったんですよね。ベースボールベアじゃなくて、なんだっけ、プラネッツとかなんかそんな感じの、ちょっと言っちゃあれですけど、あんまりかっこよくない名前だったんですよ。プラネッツだったかな、なんかそんな感じで。で、ダサいから変えた方がいいよって、プロデューサー的な人に言われて変えたという、らしいです。ということで、白川秀一郎さん、春さん、弾幕パチパチ、ありがとうございます。ありがち。そう。曲募集でメール送った時に、間違えました。そう。好きでも結構間違えて覚えてることありますよね。ドラマ上はバンプオブチキンを最初パンプオブチキンだと思ってました。ウォークマンで、そのアーティスト名をアルファベット順で検索できるんですけど、パンプオブチキンだと思ってたんで、P のところをいくら検索しても出てこないなっていうことを最初の頃やっていました。B でしたね。チップハニーさん、こんばんは。こんばんは。トラマジョーです。ありがとうございます。ダサくさ。なんかすごいダサい名前だったような気がするんですよ。プラネッツかなんかそんな名前。まあ、ダサくても曲が良ければいいんです。気にしないで身ぐるみ
全剥がされちゃいな。優しさも甘いキスも後から全部ついてくる。全部後回しにしちゃいな。勇気なんていらないぜ。僕には旅に出る理由なんて何一つない。手を離してみようぜ。冷たい花がこぼれ落ちそうさ。ハイウェイでした。ありがとうございます。これがくるりの真骨頂というか、なんだろう、こういうのがくるりだなって思いますね。ありがとうございます。なんか弾幕の中に謎の木と、なんて読むんだこれ。この謎の文字ありますね。合わせると机ですけど。謎、ありがとうございます。あ、阿出川さん、よすぎ、ありがとうございます。あれ、この後歌枠では準備は大丈夫でしょうか。ということで、白川秀一郎さん、春さん、阿出川さん、パチパチ、ありがとうございます。やっぱくるりの真骨頂っていう感じ、そんな感じ。準備しながら聞いてる。よし。よし。いやー、ありがとうございます。こんな直前に。最高です。こんばんはです。ヨッシーさん、こんばんは。トラマ上です。チルイ、クルリ、ハイウェイ、チルイ曲です。ありがとうございます。こういうのやっぱ、いいですよね。そう、チルい曲と言っておきながら、次なんか男らしい曲なんだよな。あ、ゆずさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。いや、火曜日ですね。ここのところはあったかくていい感じです。ここのところは昨日すごいあったかかった。ちょっとすごい、なんだろう、ロックな感じの曲ですね。やります。太陽は俺のもので、きらめく月はそう前の涙。普通の顔したそいつもの普通の、風に吹かれて消えちまうさ。当たり前に過ぎゆく毎日に、恐れるものなど何もなかった。風に吹かれてゆく。
すぎれば底知らぬ顔そびえるビルの角遠くで聞こえる遠くで聞こえる街の音に耳を貸せば悲しみは優しいふりしてこの街を包むだろうお前に会いに行くまで、さよならさ今日の日よ昨日までの優しさよ手を振って旅立とうぜいつもの風に吹かれて乱れてるこの部屋も俺暑い。ありがとうございます。エレファントカシマシ、風に吹かれて。でした。ありがとうございます。急に暑くなりました。現在進行形でとても暑い。ありがとうございます。エレファントカシマシです。エレファントもありがとうございます。そしてアリサさん、こんばんは。踊ってる。ありがとうございます。踊ってますね。ありがとうございます。そして、木とその文字が、だんだん近づいてきてるのはどういうこと？合体して机になるのかな？ありがとうございます。ということで白川修一郎さん、春さん、ゆずさん、阿出川さん、パチパチありがとうございます。ロックロックですね。エレカシはなんだろう、ザ・ロックバンドですね。暑苦しいというか、暑苦しいです。そうだな、次の曲、あんまり有名じゃないのかもしれないけど、でも、すごい好きな曲なので歌います。いつもそうなんですよ。そんなに、なんだろう、まあ、今更、なんというか、この曲知ってる人多いかなとかそういう感じで曲を選んだりっていうのはそこまでないんですけど、でもやっぱりちょっと気にするところではあって、その中で次の曲は思いっきり趣味です。心がホットです。歌いたいのを歌うのがロックだろ。ですね。それはそう、それはそう、ロックロックだから。そしてハイラクシングさん、こんばんは。待って、なんか今コメントビューワーがバグってるな。コメントビューワーがちょっとバグってて、一応ちゃんと出てるけど見かけ上今阿出川さんのこんばんはが来たな。謎だ。ハイラクシングさん、ありがとうございます。ヘキー、クセーなのかヘキーなのか。あらあら、でもまあサブの方で見れてるので問題なしです。そう、ロックです。私はロックです。ロックンロールタイガーです。よろしくお願いします。
残してた。あの子は今はもう笑ってるから、限りなく夏が続くと思ってた。限りなく夏は続くと思ってた。優しく引っかいて雲みたいに形を変えて流れてた。限りなく夏が続くと思ってた。限りなく夏は続くと思ってた。忘れてしまおうと思ってたけど、爪痕消えなくて消えなくて、忘れてしまいたいと思ってたけど、爪痕消えなくて消えなくて。抱きしめてたら、あの子は今でも笑ってたから、イチョウの林はまだ青かった。限りなく夏は続くと思ってた。ザ・バースデイ、爪痕でした。ザ・バースデイの中で一番好きな曲と言っていいかなと思います。ありがとうございます。そしてコメントビューアーがなんかすごい、多分バグだと思うな。バグり散らかしてるような気がする歌ってる途中で白川秀一郎さんこんにちはとか言ってないですよね。なんかこんにちはって来てるんですけど謎だまた私
何かやっちゃいました。どういう状況なんだろうこれ。でもコメントビューは2つ立ち上げてるので、もう片方の方で見るので大丈夫です。なんかどんどん遡ってるような気がするな。こんにちはとか言ってないですよね、曲の途中で。さすがに。ということで、白川修一郎さん、ハイラクシングさん、ヨッシーさん、ハルさん、阿出川さん、パチパチ、ありがとうございます。とてつもなく変な順序がバラバラになっていますけども、いいんです、見れるので。ん謎ですね。まあそんなこともあります。ということで、本日のアジカン言っときましょう。アジカンは絶対なので、アジカンは裏切らない。右手に白い髪、理由なき僕の絵を描いた。途中腕投げ出すその光るマスを、左手汚して名もなき君の絵を描いた。宇宙で出会ったその光る明日を、止めどない青、消える景色、終わる冬を、抜け出す扉を沈める。ひどい雨染み込む心の奥底、響いて頼りない明日の儚い思いも、わずかな光で切り取る白い影、聖書線突刺してさまよって、塗りつぶす君の今日も、つまりエンドアンドサー、積み上げる弱い魔法、遊園失ってさまよって、垂れ流す僕の今日を、走り出したエンドロール、つまらないイメージを壊せそうさ、君と僕で絡まって、つなぐつなぐつなぐ未来、最終形のその先を担う担う担う世代、僕が描いたその影に君の未来は霞んでしまった。所詮突き刺してさまよって、塗りつぶす君の今日も、つまりさ、積み上げる弱い魔法、遊園地だってさまよって、垂れ流す僕の今日を、走り出したエンドロール、つまらないイメージを壊せそうさ、アジアンカンフージェネレーションループ&ループでした。ありがとうございます。本日のアジカンアルバムソルファの最後の曲です。
ループ&ループでした。ソルファの2004年の方の最後の曲ですね。新しい方だと4曲目かそこら辺に入ってる、順番変わってるんですよね。ありがとうございます優勝優勝、そう、アジカンは最高ですよ、優勝ですよ、ありがとうございます、最高お、もう少しでその木と何かが弾幕の中でくっつきそうということで、はるさん、ゆずさん、阿出川さん、白川修一郎さん、よっしーさん、パチパチありがとうございます。弾幕の中に文字を時々紛れ込ませてきますね本日のアジカンでした。アジカンは裏切らない、アジカンはいつやってもいいですからねよし、ロックバンド、全部ロックバンドだな今日やる曲ほとんどが4人組ロックバンドな気がするな。最初のやつと最後のやつが3人と5人か。いいですね、やっぱりロックバンドはいいぞはい、ラクシングさん、パチパチありがとうございます。マニュアルライフのアニマル、アベレージこそがハッピー、ポリシーは剥がれ落ちても OK、 ノーダメージダイメージ、カロリーオフならハッピー、心の栄養失調は OK、インスタントミュージック世界中に溢れ、子供たちは溺れてる、ダイエットミュージック、ほら夢中になってくたばっちまえよ、マニュアルライフのアニマル、ナビゲートされてハッピー、カウンセラーのささやきは OK、 レンタルのセンチメンタル、ストレスゼロならハッピー、頭のパイプカットなら OK、インスタントミュージック世界中に溢れ、子供たちは溺れてる、ダイエットミュージック、ほら夢中になってくたばっちまえよ、インスタントミュージック世界中に溢れ、大人たちは太ってる、レジスタントミュージック、さあ耳を塞げくたばっちまえよ、ピロース、インスタントミュージックでした。アルバムで言うと、何でしたっけ？アルバム名ど忘れしたんですけど、
赤いやつですなんだっけ、ランナーズハイだ、アルバムランナーズハイの2曲目です。97年かそのあたりだったかな、97年か98年の曲ですね。ありがとうございます。弾幕の中の木と謎のやつがちょっと離れたな、結構気にしてるんですけどありがとうございます。ちゃんと弾幕も見てます。アジカンまっしぐらです。ありがとうございます。ということで、白川修一郎さん、ゆずさん、阿出川さん、ヨッシーさん、はるさん、パチパチありがとうございます。好きだな、いや嬉しい。なんとなくこう、例えば曲を知らなくてもドラマジョーの声を好きだって言ってもらえることが最近あって、時々あってすごくありがたいなと思います。基本的にはやっぱりこういったホーロックが好きな方が中心に来るのかなって思うんですけど、すごい偏ってるので。でもこう歌声をいいって言ってもらえたりして、それは本当に嬉しい、嬉しいですねシンプルに嬉しいです。本当にありがとうございます。トラマさん本当に良い歌声をしてらっしゃる。うわ本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。自分のアーカイブの、自分のアーカイブ聞き返すと、なんかあんまり他にない歌声だなとは思いますね。それをいいって思っていただけるのは本当に嬉しいなと思います。本当にありがとうございます。桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのかい、桜のように舞い散ってしまうのならばやるせない。
別れを告げる。車は消えてゆく。そして追いかけてく。諦め立ち尽くす。心に決めたよ。桜の季節でした。今桜どうですか？もうだいぶ散っちゃってるような気がしますけど、葉桜ですかね。ありがとうございます。桜の季節大好きな曲です。嬉しい嬉しい嬉しい。そうですね、もちろん私も大好き仲間ですね。ありがとうございます。ギターハモリ相変わらず最高だね。感想のところいいですよね。弾幕もありがとうございます。だんだんとその文字が動いてるということで、ヨッシーさん、ハイラクシングさん、阿出川さん、白川修一郎さん、ゆずさん、春さん、パチパチありがとうございます。本日のタイトルは回収しましょうか桜流しに会いましたからね。結構強めの雨が降りましたね先週。そう、葉桜ですけど、葉桜も好きなんですよね。新緑と桜の花が美しくてどっちも味わえるみたいな。うん、そうなんですよね。なんか桜散っちゃうとちょっと寂しいかなと思いつつ、でも葉桜って結構いい色してるんですよね。緑と桃色、ピンクで結構いい色してるんですよね。そういえばトラマ上、とある筋の占いで、あの今月のラッキーカラーが花六章っていう色らしくて、ちょっと意識してるんですよ。花六章って初めて聞いた色だなって思って、今月の最初の枠のサムネとか結構意識してます調べてみてください。花六章っていう色OK、 タイトルを回収しましょう。汚れた机を僕は夜に片付けた。これは超有名なバンドの、超有名なバンドの割と初期、メジャー初期ですね。アルバムだと確か2枚目か3枚目なんですけど、シングルは最初だったと思う。そんな感じです花六章、そうですよ。あれを見て、今月一発目のサムネの色とか花六章に寄せましたラッキーカラーが花六章で、ラッキーアイテムが CD らしいです。今月のトラマ上は OK、 行きましょう。
汚れた机を僕は夜に片付けた。何かが変わったな。背中を片手で書いて軽くため息した。そろそろ行こうかな。午前0時の狭間で夜間飛行疲れの僕は宇宙。今煙の中を歩き続けて寂しくなる夜を抜けて線の最後までほら手で数えたら見えてきたんだ繋がる世界。まだまだ知らないことがたくさんあるけどすぐに慣れるさ。まだまだ言えないこともたくさんあるけど夜には言えるさ。歴史の道すがら大人になれたら僕は宇宙。僕は行く夜中を目で追い続けて寂しくなる月を抜けて線の最後まで ございました。本日のタイトルセントレイでした。ありがとうございます。ということで本日究極1時間約1時間お付き合いいただきありがとうございました。そしてサカナクションそうです、サカナクションです。良すぎねえ、あの弾幕のその木と読み方分からなくて調べたらこのグニャンってやつ木って読むんですね。これ一つでなんか机とか物を載せる台っていう意味があるらしいもう無事にくっつきました。くっついたのかな、分からないけど。弾幕もありがとうございます。ありがとう好き、ありがとうございます。ね、いいですよね。ソニックマニアでサカナクション見たい願望が。そう、サカナクション生で見たことないんですよね。確か4年くらい前にちょうどコロナ禍になってすぐぐらいでサカナクションが毎週土曜日に YouTube で過去のライブ映像をプレミア公開しているっていう時があって、
それをほぼ毎週見ていてサカナクションをちゃんと聞くようになったっていう感じですね。ということで、はるさん、阿出川さん、白川修一郎さん、ハイラクシングさん、ヨッシーさん、ゆずさん、パチパチありがとうございます。本日もありがとうございました。宣伝をしていきましょうか。あー、やってた、そうやってましたよね。確かコロナ禍なってすぐだったと思うんで4年くらい前ですね。サカナクアリウムって言ってやってたような記憶があります。毎週土曜日だったかな。宣伝アルバムが出てますというのが一つアルバムは出てます。してこれですね、トラマ城ついにメタバースに進出します。あさって4月18日木曜日21時からクラスターの方で J-ROCK フェスというトークとライブを染宮芽衣さんとやります。ついにメタバースに進出します、トラマ城が。そしてシレット 3D にもなります。クラスターはパソコンでもスマホでもパッとできるので、よかったらインストールしてやってください。まあ知ってる方は知ってると思いますけども、染宮さんもトラマ城と同様ロキノン中なのでロキノン大好きなロックメイドなので、そんな感じのトークライブです。ロキノンばっかりやる感じです。いいですねありがとうございます。そろそろ時間ではということです。あとそうだ、もう一つシークレット曲もあるでそうですね、ライブも30分トーク30分ライブっていう感じでやるかなって思いますので、お楽しみにですね。最高の組み合わせね、初めてですね、初コラボですね、染宮さんとは。そう、そして、告知というか報告というか、先日出演した3月24日に出演した散るってあげて整う歌枠リレーの全体の切り抜き、全体をいい感じに切り取って一つにまとめたっていう動画が主催のチャンネルに上がっています。今このチャット欄にリンク貼ったんで、まあ、よかったらこれで全体を振り返っていただければなと思います。そんなところで本日もおよそ1時間お付き合いいただきありがとうございました。また YouTube ではまたトラマ城来週火曜日21時から定期歌枠やる予定でございますので、またお時間合えば来ていただけるととても嬉しいです。本日もありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。トラマ城でした。おつろく。おつろく。おつろく。